ママケア騒動。こんばんは、津田みなみです。この番組は7月から放送スタートするテレビアニメモモキュンソードの魅力をお伝えしつつ、鬼姫役の私津田みなみがドタバタありギャグありバトルありでお届けする冒険おとぎファンタジーラジオ番組です。ということで第2回です。よろしくお願いします。なんとね、今日はゲストさんがいらっしゃってくれるので、ちょっと気が楽です。ん？ちょっと気が楽です。はい、まあね、私とよく、はい、絡んでいるというか、皆さんもよくご存知のあの人なのでね、はい、気を楽にしてやっていきます。ということで、そろそろ始めていきましょう。津田みなみのラジオモモキュン騒動、本日もモモキュンがモモーっと面白くなる30分、最後までお付き合いください。この番組はきびだんごプロジェクトの提供でお送りいたします。改めまして、テレビアニメモモキュン騒動鬼姫役の津田みなみです。では早速ゲストさんに登場していただきましょう。この方です。はーい、天女隊かりん役の大坪ゆかです。イエーイ、ゆかちんだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとね、初ゲスト鬼側ではなくて、うん、天女側ということなんですが、私ゆかちんとね、こうやって1対1で話すのってなかなかなかったから、嬉しいね。意外とこの場でさ、うん、こう2人でね、なんかやるのって初めてなんですよね。そうだね、あまりさ、うん、目合わせてさ、うん、会話してなかったね。そうなの、いつもミカシーばっかり見て私もルミちゃん見てたけど、いやいや、席のね、うん、あれもありました。はい、はい、ということで、まずは大坪ゆかちゃんが演じるね、うん、天女隊のかりんについて軽くお話ししていきたいと思いますが、はい、じゃあゆかちんにかりんのことをね、うん、教えてもらおうかなと思うんですけど。いえさ、かりんちゃんはですね、天女隊のメンバーで、うん、風の天女です、金髪のツインテールの女の子ですね。萌え萌え。はい、そして性格は人懐っこい性格、うんうん、で得意の宝珠で満ち身の桃のかけらを探索するが、うん、おちょこちょいな性格から失敗することもたびたび、なんかこう、うん、見ててほっとけない女の子、なんか、ね、一番ね、天女隊の中でね、うん、おどおどしてるというか、おどおど、末っ子ポジションみたいな、うん、でも占いが得意みたいな感じだよね、うんうん、でみんなを、あ、そっちは危ないよとか、うんうん、あ、こっちに行くとあるかもって導くんですけど、うんうん、おちょこちょいなんで、うん、そっちは危ないって言おうとしたらもうダメだったみたいなとか。なるほど、うん、もうちょっと空気を読んでほしいな的な感じかな。そうそうそう、なんか嫌な感じするみたいな、うん、直感的な動きをね、見せますね、うん、アバウトなのね。そうそうそう。で、朗読を実はね、うん、ゆかちんも参加してもらってたと思うんだけど、うん、朗読の方とさ、アニメの方って結構キャラクターが変わってることがあったじゃん。かりんちゃんはどうかな。かりんは結構朗読の方では元気っ子で、うん、なんとかすーみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、アニメの方では、うん、なんとかですーって感じになってますね。そうだね、これで伝わるかな。、うん、だから本当になんか180度変わった感じするよね。そうそうそう、うん、わかる、萌えが詰まってるよね。なんかね、こんな役やるの初めてで、うん、犬神役の畑野さんに、うんうん、あ、なんか今回大坪さんすごい綺麗な役だねって。綺麗な役だってゆかちんはやるんです。そうだよ、そうですよ、そうです、そうです、ゆかちんは汚い役ばかりじゃないです。いやいや、ちょっとね、変化球が多かったんで、まあね、綺麗な大坪を見ていただける機会かなと。あ、じゃあぜひとも綺麗なゆかちんを楽しんでいただきたいと思います。